はい、アマソログループ形成外科専門医の塩崎です。はい、今日は一人で撮影ということですね。とても緊張しております。今日のテーマですか？ああ、なるほど。まあ適正科学見てほしかったら、もううちのクリニックのホームページ見てちょって話なんですよね。これ極めて適正科学だと僕思ってて、で実はですね、美容整形の適正科学って何で決まるかって考えるんですよ。まず一つはですね、1万円とか2万円のわけがないんですよ、美容整形の施術が。これなぜかっていうと、当たり前ですけど、オペ室を使うっていうことは医者の単価もあるし、看護師の単価もあるし、消耗品の単価もあるんだよね。だからその針とか糸とかメスとか使う手術が1万2万で済むわけがないんですよ。で一般的に値段が高くなるもの、これ前も言ってたんだけど、時間がかかるもの、単純に手術が難しいもの、要するにトレーニングが必要なもの、修正する可能性が高いもの、あとはやってるクリニックが他にない、少ないもの、うちのオリジナルデスティみたいなものってのは基本的に高くなると思ってください。1日の売り上げの目標がある程度決まってる以上は、あるいはその、なんだろう、売り上げの目標っていうのは結局医者の給料とかナースの給料とか固定費によって変わってくるはずなんで、まあ、それによって料金は変わってきます。簡単に言うと、まあ大変で難しい手術は高いよって話ですね。じゃあ適正価格ってとこからいきますと、例えばヒアルロン酸とかってのは基本的に原価プラスアルファだと思ってください。これは原価に儲けが乗っかるようなイメージですね。でかつそのオペ室も使わなくて済む、処置室みたいなところでやったりしますんで、基本的にはヒアルロン酸っていい部屋で使っても10万円前後が適正価格ですよね。アラガンのいい部屋で使ってもね、実際には10万円から提供しているところが多いかな。15万とかやるとちょっと高いなっていう感じですね。もちろん使う本数によっても変わります。続いて定番の手術、埋没法ですね。埋没法ってのは大体15分から20分ぐらいで終わっちゃう手術なので、まあ、その気になれば1時間でまあ2件まあ3件するとこもあるかもしれないっていうふうにできてしまいますんで、一般にやっぱり15万円前後が適正価格ですよね。だから埋没法に30万とか40万ってやるとやっぱ高いなっていう感じです。まあもちろんですね、この埋没法にいろんなオプションつけるとかあるんですよ。穴いくつ開けたらプラスいくらとかね、脂肪を取ったらいくらとかいろいろあるんですけれども、まあそれは手間賃程度のものであって、例えば糸をね2倍かけるから料金2倍になりますかっていうと、そういう話じゃないよっていうことですね。で、まあ、このままね、目シリーズでいくと、目の手術って高いものっていうのは、例えば眼瞼下垂って手術があるんですね。うちの価格でいうと眼瞼下垂が通常価格で税込み59万4000円、大体60万円前後ですね。実際にはモニターでやる人が多いんだけど、で眼瞼下垂ってのは結構手間がかかるんですよ。目の左右の調整をしたりしなきゃいけない。で同時に二重の全切開っていう作業も、まあこれに含まれてるわけなんで、結構手間がかかります。ざっくり言うと1時間半から2時間程度かかるんで、大体60万前後っていうのは結構妥当な価格ですよね。だからまあ30分以内に終わる埋没法が大体15万円前後で、2時間かかる眼瞼下垂が60万円と言われると、まあまあなんとなくそんなもんかなっていうイメージできますよね。であとはですね、細々したオペもの、目頭切開とか目尻切開っていうのはやっぱり20万円強のことが多いです。これはですね、結局この単独でやることが少ないからって言い方ができますよね。全切開とプラス目頭切開、全切開プラス目尻切開とかね。なので、まあ、結構オプション的な性質があるものに関しては安くなる傾向がある。ざっくりまあ20万円前後、ね、アマソラクリニックは明瞭な料金設定、手術は医者が決める、全員形成外科専門医、美容外科を革新的に変えていく。お待ちしております。で続いて、熊本ですね。表浜ら浦浜らっていうと、うちの価格でね、浦浜らが50万円ちょい、表浜らが60万円ちょいですね。これもやっぱね、手間によります。浦浜らよりも表浜らの方が単純にこう作業が複雑で手間がかかるので、表浜らの方が高くなってくるっていう感じかな。で鼻に関してはですね、まあ、最近鼻の定額っていうあのクリニックが結構増えたんだけれども、やっぱり鼻中隔延長を含む鼻フルになると、それなりに時間がかかる。最低でもやっぱね 4,5 時間はかかる手術のことが多いので、100万円を越してくるかなっていう感じですね。で鼻に関してもやっぱりその鼻翼縮小とかね、鼻孔炎加工とか、そういったこういわゆるオプション的な施術に関してはそんな高くない、20万から30万円前後ってことが多いんだけれども、やっぱり鼻中隔延長を含んでくる鼻フルになってくると手間がかかる。6軟骨になってくると医者を2人使うこともあるし、まあ術前が2つになってくるんで当然時間がかかってくる。またね、鼻の手術ってのはやっぱり修正することが結構多かったりしますんで、その分も加味して、結構料金が高くなってくることが多い。あと脂肪吸引ね、脂肪吸引に関しては結構ね複雑なんで全部話すととっても大変なんですけど、簡単に言うとですね、これも手間によって変わると思ってください。例えばね、その太もも全体とかってやるときには必ず術中に体をひっくり返す対抗ってのことをしなきゃいけないんですよね。で、うち対抗料5万5000円っていただいてるんですけれども、患者さんに聞かれたことがあって、なんでその先生手術の料金なのに対抗で5万5000円取るんですかって、まあ結構ありえないって怒られちゃったんだけど、体をね入れ替えるってのはすごく大変なんですよ。モニターなんかも全部つけて、で消毒したものなのか機械も全部一回外して、ひっくり返して、もちろんその複数の人間の力を借りて安全に体をひっくり返し、でもう一回消毒し直して布をかけ直す作業が必要なんで、実は5万5000円っていうのはね、そんな高くないもんね。このあくまでその病院の時間単価ってところを考えると、
なのでこれはね、安全のためにしっかり払っていただきたく思います。包丁に関しても同様ですね、シリコンバッグ包丁っていうのはそんな大変な施術ではないんだけれども、やっぱり数時間かかる可能性があるのと、バッグそのものの値段だよね、こういったものがかかるんで、やっぱりバッグ包丁っていうのも大体100万円前後の料金がかかるのが一般的かなと思います。逆にバッグ包丁で200万って言われるとちょっと高いなっていう感じですよね。バッグ代込み込みで100万円前後っていうのが一般的じゃないかなというふうに思います。で、あとの骨切りに関してはですね、うちは実は結構安いです。よそに比べるとかなり安いんだけれども、まあこれもですね、基本的にはやっぱ1日がかりの手術なんで、やっぱり今150万から200万円くらいかかるのが一般的かなっていうところですね。もちろんこれ内容によります。で、実際には全身麻酔でもかかってくるっていう感じかな。で、フェイスリフトも同様ですね。フェイスリフトも1日がかりの手術ですので、100万は当然超えてくる。なので、まあ、いわゆるその美容外科のでかい手術ですね。例えば、肋軟骨を使った鼻の手術とか、フェイスリフト、骨切りみたいなものっていうのは当然100万円を超えてくるのが普通。で、まあ、もともと長いものになってくると200万円になってくる可能性があるよっていう感じで見てみてください。じゃあ、1個質問いいですか？はい、どうぞ。まあ、適正価格今言ってもらったんですけど、はい、なんか最近なんかめちゃくちゃ安いなんか3万円で埋没できるとかあると思うんですけどこれはもうね、こすりにこすったネタなんてあれですけれども、やっぱりそのおとり広告っていうところがでかいですよね。さっきも言ったみたいに埋没が3万円でできるわけがないんですよ。埋没を3万円でやってたら医者も給料もナースの給料も病院の家賃も払えないんで、必ず何かしらの方法で値段をつり上げてくると考えてください。本当に3万円でやられてたら多分病院が破産しちゃいます。ていうかね、よく考えて考えてみてほしいんですけど、埋没を3万円で入れますって言ってるクリニックと、医者向けのリクルート広告で年収5000万円確定って言ってるクリニックって同じクリニックなんだよね。そうなんで、その単価3万円のクリニックで年収5000万円が実現できるんだって話なんです。もうその時点でも矛盾してるんですよね。てなわけで、まあおとり広告には十分注意してください。おとり広告で安く釣ってカウンセリングで高く釣り上げる、こういうアップセルのテクニックってのは営業の基本です。結婚式でもそう、お家建てる時もそう、車買う時もそう、余計なオプションに注意してください。ね、高すぎるクリニックってのも確かに存在して、値段が高いとそこにこうブランド価値を見出すと思いますよね。例えばエルメスのバッグが1個1万5000円だったら多分誰も価値を見出さないと思うんですよ。で、同じようにですね、値段が高いことにブランディングを狙ってくる先生もいらっしゃいます。別にそれ自身は資本主義の形態の一つなんで全然悪いとは思わないんですけれども、まあ、極端に高いから、例えば2倍の値段の鼻の手術があったとしても2倍の価値があるわけじゃないっていうことですね。2倍綺麗になるわけじゃないよっていうことはね、頭の片隅に置いておいてください。今話してもらった施術以外に、うん、肌の施術とかもあるんですけど、はいはいはい、そういったのはどうなんですか？肌に関しては結構難しいところがあって、肌の施術のそのファンというかな、好きな人たちって結構まず新しい機材に弱かったりとかするんですよね。あと肌施術ってやっぱりこう継続してやるもんなんで、当然こう病院の利便性っていうところにも価値があったりしますんで、なかなか実はいくらぐらいが適正って言いにくいところではあります。ただやっぱこれも同じで、脱毛なんかにこう極端なお金高くするのって僕は意味がないと思ってて、安い脱毛だからといって別に毛が生えなくなるわけじゃないんだよね。まあそのちゃんとした機械を使ってさえいれば、なので医療でやる分にはちゃんと効果があると思いますんで、まあ肌の施術って実は手術以上に結構ばらつきがあるもんだっていうふうに僕は考えてます。あとはそうですね、結構ねオプションなんかつけて料金をこうなんかこう松竹梅みたいにやるクリニックがあるんですよね。あれ面白くて、その例えば一番安いのが3万円の埋没ですと、高いの100万円ですって言われると人間って中間の50万円選びたくなっちゃうんですよね。これゴルディロックスの原則って言うんですけれども、いわゆるその松竹梅のこう竹を選びたくなるんです、ね、まあこういった人間の心理を掴んでくる営業の方もいらっしゃいますんで、まあ気をつけてください。まあそんなわけでですね、今ちょっと網羅できなかったのはあると思うんですけれども、ざっくりおそらくですね、17万っていう単価でできるものってのは1時間以内の施術、1、2時間かかるものはおそらく50万前後の料金がかかって、1日がかりになってくると100万円以上が普通だよみたいに思ってください。逆に今ただの全切開なのに100万円とかね、あるいはその脂肪吸引なのに10万円とか言われたりしたらやっぱりおかしいよっていうふうに思ってください。そんな感じでですね、まあ適正価格のクリニックで施術を受けてください。バイバイ。